皆さんこんにちは、コンさんです。今日はですね、お腹の縦線を作るためのトレーニングです。下っ腹ぽっこり解消を一緒にしていきましょう。しかもですね、立ったまま行いますので、腰が痛くならないのが特徴です。皆さんね、ぜひお腹の縦線ですね、滑らかなセクシーなものを作っていきましょう。お願いします。それでは最初、バランスを取りながら膝を上げて体を丸めていきます。足は上げるんですけれども、しっかりご自身の上半身も体を丸めていくようにすると、しっかりお腹が効いてきます。よいしょ。少しですね、こう脇もキュッと締めるようにして、体を丸めるようにしてみてください。どうしてもぐらつくという方は壁などに手をついて、このようにやってみましょう。息吐きながら体を上半身から積極的に丸めていきます。あと10秒。よいしょ。OK。 それをですね、今度はクロスします。片方ずついきましょう。今左足を上げて左にひねるようにしています。鏡で行っていますので、皆さんは見たままやってみてください。ひねる方向ですが、真横というよりは少し、斜め同士に上半身も斜めになるようにひねっていきましょう。壁を使うと左足なので、少し左足を内側に入れながら、グッとグッとやっていきましょう。こんな感じです。左足にグッと、息を吐きながら体も丸めて、あと15秒ぐらいです。よいしょ。あと10秒。さあ、上半身丸めてますか？これはね、プラスでお尻も効いてしまうので、一石二鳥です。さあ、では反対いきます。右足を上げて、右足にの方にひねっていきましょう。よいしょ。上半身をしっかり、脇も締めながら体を丸めて、足を持ち上げるももちろんですけれども、足は2割ぐらいです。上半身をしっかりと丸めてあげに行くことが一番ね、効きますので、ぜひやってみましょう。さあ、30秒ぐらい頑張りました。あと30秒。よいしょ。しっかり体丸めて、息も吐いて、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あと10秒ぐらいです。さあ、あと5秒。次はですね、横に足を上げていきます。こちらの足を上げながら体を横にやるようにしましょう。これもですね、足を横に上げるんですけれども、体自体をこっちにね、しっかりと丸めてあげに行くようにしていきましょう。なので、ここら辺がキュッと縮まるイメージです。よいしょ。上半身をしっかり丸めに行ってあげます。下半身はあくまでも、まあ上げとこうかなぐらいでいいです。下半身をこう頑張ってあげてもね、意外と効果がないので、しっかり上半身をよいしょってやってあげることが大事です。グーッと、ここですよ。よいしょ。軸足もね、少し疲れてしまうんですけれども、まあ、お尻もしっかり働くぞ、効くぞと思って、一石二鳥と思ってやってみてください。よいしょ。さあ、それではこれを反対いきましょう。右足を上げて、で、右にしっかり体を倒します。倒しながらですね、この右の脇腹あたりを感じましょう。よいしょ。で、真横がいい人もいれば、ちょっと斜め前に出す方が分かりやすいという人もいらっしゃるので、ご自身で少しずつ、変えながらね、試しながらやってみてください。よいしょ。さあ、右に倒します。息吐きながらやりましょう。
壁使ってる方はこんな感じですね。左だったらこんな感じです。同じようにやっていきましょう。よいしょ。さあ、あと10秒。あと5秒。 OK。 少しスクワットの姿勢をとっていきます。ちょっとだけ腰を落としたら手を合掌してグッ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 、しっかりひねっていきましょう。今ね、この5分でしっかり刺激してきたお腹周りをより刺激していきます。よいしょ、よいしょ。ふっ、息、ふっ、ふっ、ふっと、に、ひねれるところまでしっかりひねります。はい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 、よいしょ。さあ、これでラストの種目なので頑張りましょう。はい、ふっ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 、もうちょっとあと20秒。はい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 、さあ頑張ろう。はいはいはい、もうちょいもうちょい、はい。足も辛いですが、膝がね、内側入らないように注意して、あと5秒だけ皆さん頑張りましょう。はい、オッケー、お疲れ様でした。自分に頑張った、頑張りました。まあ、腰が痛くならない腹筋なので、少し強度はね弱めで、ただじんわり効かせたい方、どうしても腰が痛くなってしまう方、立ってもできるんだってね、いい、きっかけになったのではないでしょうか。他にもいろいろ部位とか時間別とか用意してますので、ぜひぜひ取り組んでみてください。それでは今日はこんなところです。ありがとうございました。お疲れ様です。